はい皆さんこんにちは。えー、日本本画家の山本太郎です、えー、今日ご紹介する作品はこちらの作品になるんですけれどもなんとまず最初に、えー、私の作品ではない作品をご紹介したいと思います。えー、こちらの作品は、えー、上坂せっかさんの作品になりまして「墨の絵図」と呼ばれている作品になります。えー、上坂石家さんは えー、明治大正そして昭和の初期に活躍したリンパの絵師です、えー、こちらの作品は、えー、京都で120年以上続いている、えー、木版画による出版社である運送堂さんという会社から、えー、上坂石火さんの版画作品集として出された「桃よ草」という本の中に収められた一つの作品になります。 それではこれを覚えておいていただいた上で次に私の作品を見ていただきたいと思います。こちらの作品になります。はい、えー、先ほど見ていただいた作品と何が違うか分かるでしょうか。そう、もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、先ほどの石かさんの版画作品の中に、 えー、松林のところにですね信号機が見えていると思います。こちらはですね2015年に、えー、リンパ400年記念祭を記念してなんと石化さんのは木をそのまま使ってそして信号の部分だけ新しいは木を継ぎ足してですね上から、えー、新しく信号をすり直してできた新しい作品です。ま,あ、まさに リンパ400年記念祭だったからこそできた、えー、時代を超えたリンパのコラボレーション作品ということになります。えー、タイトルはですね、せっかさんの作品が「墨の絵図」というシンプルなタイトルだったのでこちらは「信号墨の絵図」という作品になっています、えー。次にこんなことができるのは100年後なんでしょうか えー、こういう楽しい作品をどんどん作っていきたいと私も思っています。はいこのように、えー、私は自分の作品を解説する動画を他にもたくさんアップしていますので是非、えー、見つけて、えー、見てみてください。えー、日本本画家の山本太郎でしたそれではまた次の解説動画でお会いしましょう。